岩田バイパスは、静岡県岩田市中心部を迂回し、岩田市街地を抜ける国道を1号バイパス。岩田バイパスの見つけインターチェンジ、岩田市見つけにて信号機が全くないバイパスである。自動車専用道路ではないので、50cc 以下の原付きも通行可能。袋井バイパス、岩田バイパス、浜松バイパスこのバイパスは、もともと岩田市中心部に走っている県道の慢性的な、 渋滞を緩和させる目的で作られた。しかし、有料時代から下り線においては新天竜川橋を先頭とした慢性的な渋滞が発生し、長年の課題となっていた。そこで、渋滞解消に向けて1990年代後半に、新天拡幅事業の計画を立ち上げ、新天竜川橋新設工事と新天竜川橋周辺の拡幅工事が行われた。しかし、 戦術の計画を遂行している最中の2005年3月30日に無料開放したことで、さらに交通量が激増し、飽和状態となった。そして、新天竜川橋近辺以外にも、起点の三河の IC 付近及び豊田東インターチェンジ見つけ、IC 間が時間帯を問わず渋滞が多発する箇所となり、特に校舎は、 ラジオの交通情報でほぼ毎回取り上げられていた。また、これらの近辺では、交通事故が増え、通行止めにされることもたびたびあった。このような中、2008年3月に、国道1号新天竜川橋拡服事業が、ほぼ完了したこと、及び、岩田市をはじめとする、周辺自治体や、道路利用者の要望もあり、2008年度に、 全線4車線化が新規事業として採択された。全体事業費53億円、開通から32年後の2013年3月に、事業完了した。全線4車線事業完了後は、岩田バイパス自体の渋滞はほぼ解消されたが、下り線の豊田東インターチェンジ異性では、新天竜川橋から西へつながる、国道152号宮武交差点や、 北島交差点を先頭とした渋滞の影響で流れが滞りやすくなっている。上り線では森岡 IC とヨタ東インターチェンジ間に上り、勾配があり、速度低下が起こりやすくなっている。そのため、国土交通省中部地方整備局浜松河川、国道事務所は縦看板を設置して、より注意を喚起している。4車線開口通過する車両も、 走行速度が上がり、80km から 100km 近く、またはそれを大きく超える速度で走る車両が増え、各インターチェンジの下で頻繁に、岩田警察署が白バイや覆面パトカーでの交通違反の取り締まりをしている。無料構えは、料金所のある、見つけ IC、岩井 IC 間を避けるために、バイパスの速度を走る車が多かった。隣の袋井バイパスとは異なり、 山を切り開いて作られたバイパスであるため、速道が狭く険しいが、一方通行のため対向車が来ることはなかったが、静岡県道277号岩田、山梨線工程伊等は一方通行が解除され、上り、下りともに、バイパス南側の速道を通行するため、すれ違いがかなり困難であった。無料化によりその問題点が解消された。なお、見つけ合い c 岩井 IC 間の側道は、上記の通り福音が狭く険しいため、大型貨物自動車及び大型特殊自動車の通行は禁止である。国道1号が県道に変わります。岩田市役所。ありがとうございます。